いどうもお久しぶりです。タッカキッチです。さあタカ散歩やってきました。今日はですね、愛知県名古屋市名東区牧の里にあるなんとたこ焼き屋さんだか八百屋さんだかちょっとわかんないんだけど、すごい何でも言ってるようなお店になんとみたらし団子があるということで、美味しい、そんなちょっとみたらし団子をね今日は食べていきたいと思います。はい、これね、すごくなんか穏やかなゆったりとした街並みの一軒に、はい、ドンあります。八百屋たこ焼き総さん、はい、ちょっとびっくりだよね。でなんか野菜まで売ってて、すごいなんかオーソドックスに何でも売ってるな、これね。何のお店か一見ちょっと分かんないんですけど、はい、その中の一角にあるこちらたこ焼きありましたね。そこでみたらし団子をかなり美味しいと評判なみたらし団子が今、ね、はい、着きました。あるということなんで見てください。いっぱいあるんだよな、ね、これ肉玉、イカ玉、焼きそば、めちゃくちゃうまそう。たこ焼きもちょっと個人的にたこ焼きが食べたいです。はいはい、焼いてるとこも取りたいってこと。あ、え、そんなことできるんですか。ということで皆さん、ちょっとなんか特別に中入って調理をしてるところを見ていただけるということなので、うわ、めちゃめちゃうまそうですね。どうする。皆さん、焼きたてです。焼きたてです。しかもそれをあの油だれの中に今から、私から着てていけそうですね。でもこれみんなね、5本1本にやるんだよ、はい、あ、そうなんですね。そう、あ、5本に一気にやるんですか。一気にやっちゃうけど1本ずつはやらないんですよ。あの、違う、普段はこうやってやっとる。ああ、そういうことですか。そう、写真撮る時は5本1本にいっちゃう時はあるけど。なるほど。どうする、もうやっちゃったけど。あ、じゃあ5本の絵をしてもらうことできますか。無理、私じゃ無理。あ、そうなんですね。あ、もう持てないもんね、ご飯、はい、剥がしちゃったもん、私が、はい、私が剥がしちゃったから、もう無理だ。はい、といったパックに今詰められたみたらしなんです。これ見て、このデカリ、うーわ、うまそう。はい、ってことでできました。見てこれ、ほんのり見てこれ、湯気立ってるの分かる、これ湯気、すーげー熱々、出来たてのみたらし団子で、あとついでにえっということで頼んじゃいました。ちょっと高木ちゃんも食えるんだよ、心配してるでしょ。食えます、食えます。いや、このみたらし、ちょっとまずみたらしをいこうかな。みたらしをいってきたいと思います。すみません、いいですか。これね、もう焼きたてのみたらしってね、口の中でね、とろけるんだよな。では、いきたいと思います。みたらしだ、いきます。プルプルしてる、これ見て、プルプルしてる、これ見て、これ、いきます。うまい、あの甘だれのまろやかさが広がって、で何よりこの団子はやっぱ焼きたて柔らかい、口の中で跳ねる弾力がありてちょっと喋って、弾力があって跳ねる、うん、ま、このね、焦げもいいよね。焦げのこのカリカリっとしたね、カリカリっとした部分がまたうまい。
にも滴れ落ちそうなこのタレ、うまい。行きましょう。これはもうたこ焼き久々に食べた。たこ焼き何年ぶりに食べたんだろう。僕1年半ぐらいぐらいに食べてます。まあそう、うまい。なんだよ、あ、マヨネーズやっぱ合うよな。マヨネーズとこのピリ辛っとした、なんだろうな、スパイスが効いてめちゃくちゃうまい。見てこのたこ焼き、うん、やばい、たこ焼きマジうまい。たこ焼きがマジうまい。進む。うわ、この食べた食感はマヨネーズ、うん、味が来るね。先にマヨネーズの酸味がプルッときて、後々からこの辛みが来る、ピリ辛っと来る、このここがたまんに、うん、ちょっと待って、うん、たこ焼きがめちゃくちゃうまい。たこ焼きがめちゃくちゃうまい。この甘だれとこのマヨネーズの酸味と、さらにその後で来るこのピリ辛感、これめっちゃうまいね。やべえ、うまっ、うまい。たこ焼きなんか、たこ焼きも何皿もいけるんだね。すっげえうめえ。はい、ということで今日はですね、こちら名東区牧の里のたこ焼きは蔵さん、美味しいみたらし団子、そしてたこ焼きまで美味しいといったね、はい、そんな蔵さんで、ね、よければ名東区牧の里に来てきた時は見えてみてはいかがでしょうか。かなり店員さんもね、すっげえいい人ばっかなのでね、話しやすいし気軽に来れる場所なんではないんでしょうか。ってことで本日もご視聴ありがとうございます。また見てください。バイバイ。